ジュノービーチ、ジュノービーチ、ユノンビーチは、1944年6月6日、連合国のノルマンデリ進攻作戦である、オーバーロード作戦における、最初の攻撃である、ネプチューン作戦における5つの上陸地点の一つの、合わせ国側のコードネーム。ジュノービーチは、ソードビーチとゴールドビーチの間にあり、カナダ第3不評師団とカナダ第2機交流団が上陸したことから、 カナディアンビーチとしても知られている。ジュノービーチは、東端を3島版シュルメールから、西端をクールソーユシュルメールとする地域である。両方の上陸作戦とも、初期の進行作成の時点では、第一イギリス軍団の指揮下に置かれ、カナダ人の指揮官は1944年7月の第二カナダ軍団の司令部がノルマンディに編成入れるまでは、配備されなかった。ジュノービーチは、 5つの上陸地点のうちで、オマハビーチに続く、2番目に強固に防衛されている地点であった。リヒター将軍は、155mm 砲の11個、重砲兵中隊と 75mm 砲の9個、重砲兵中隊配備され、716不評次第が、守る海岸に攻撃を行った。加えて、トーチカと他の要塞が、海岸に沿って配置されていた。 最も集中していたのがクールソーユシュルメールの地域である。海中の障害物はオマハビーチの2倍の高さがあり、海には機雷が大量に敷設されていた。B デーに先行して行われたジュノービーチへの爆撃はドイツの要塞地帯に大きなダメージを与えなかった。6時から7時30分まで戦艦の艦砲列及び輸送戦場の砲兵や戦車からの艦砲射撃は 海岸を防衛している防御施設をどうにか14%のみ破壊することができた。天候による遅延により爆撃とカナダ軍の上陸の間にドイツ軍は約半時間の再編成の猶予があった。ジュノービーチは3つの区域に分けられた。西から東へラブ、マイク、ナンと名付けられていた。このうちマイクとナンへの上陸が計画された。 第6カナダ機構連隊により支援された第7旅団はマイクセクターへ上陸し第10カナダ機構連隊により支援された第8旅団は南セクターへ上陸した第9旅団は予備であったジュノービーチへの攻撃の最初の1時間でカナダ軍は約50%の損害を受けたこれはアメリカ軍がオマハビーチで受けたものと同等のレベルである 海中障害物を除去できた後は、部隊は迅速に内陸へ前進し、オマハのアメリカ軍と比較すると、より迅速にドイツ軍の防衛陣地を制圧していった。日中に第3カナダ風評師団のすべてが上陸し、そういう側を渡る橋を確保すべく、内陸へ数キロメートル前進した。18時まで三島版シュルメールの街を確保していた。 1> 第1フッサーズ気候部隊は夜になる前に、クイーンウォームライフルズ連隊を伴って目標に到達していた。両部隊が 15km 内陸まで進出し、カーンとバイユーを結ぶハイウェイとの交差点まで進んだ。しかし、敵の反撃により、部隊は押し戻された。その後、2つのドイツ軍の装甲師団の反撃により、数週間にわたって前進ができなかったにもかかわらず、 進行した当日6月6日の終わりまでで、第3カナダ不評次第は、連合軍の部隊の中で最もフランスの奥まで進出することができた部隊であった。翌日の終わりまでに、カナダ軍はソードビーチのイギリス軍と占領地域を接続することができた。クールソーユシュルメールのジュノービーチセンターは、カナダ軍による解放を記念し、失われた人命を追悼している。 このジュノービーチでの戦闘で死亡したカナダ軍は、ベニー・シュア、メールカナダ軍戦争墓地に埋葬されている。第3カナダ不評師団は、2つの旅団集団の第2、カナダ気候旅団により支援を受けた。1万4千人のカナダ軍が D デイ・ジュノービーチに上陸したが、第1波は3千人ちょうどで構成され、最初の攻撃は4個連隊と、 側面支援の二個中隊から構成されていた。陸軍。カナダ第三不評師団、ジュノービーチ、海軍109隻の艦船、空軍。数千人の兵士が、南イングランドの港へ向かい、船に乗船した。しかし、天候が悪化し、イギリス海峡の海は横切るには、非常に荒れていた。アイゼンハワー将軍は、 進行を24時間延期した。天候の回復を見て、夜が過ぎると、アイゼンハワー将軍は、連合国派遣軍最高司令部のチーフ気象学者の、スタック大佐により、嵐が止むと連絡を受ける。D-Day の上陸で特別に用意された装備、もしくは D-Day で最初に使用した装備は、多種の装甲車両が D-Day、イギリス軍の第22ドラグーンの部隊に、 利用されていた。これらの車両は地雷腹を除去し、対戦車障害物や柔らかい砂を戦車や車両が通り抜けるのを助けた。イギリスのコマンド部隊とイギリスの部隊から装甲車両がジュノービーチの上陸支援に上陸を行った。上陸支援に使用された多数の海軍の艦船はイギリス海軍のものである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。